静かなる防衛の時間です。第7艦隊原子力空母ロナルド・レーガンと護衛艦出雲、村雨、明けぼのが初めて南シナ海で艦隊を編成。今現在護衛艦出雲、村雨、明けぼのの「ロナルド・レーガン原子力空母」との合同訓練が行われています。つい先日出雲、村雨、明けぼのはインド洋で訓練をしていました。今回は南シナ海で第7艦隊所属ロナルド・レーガンとの合同訓練が行われています。ロナルド・レーガンはついこの間まで硫黄島の方で任務を行っていました。トランプ大統領先月の28日に横須賀に訪れた時には硫黄島で任務を行っていました。代わりといってはなんですが、ワスプ挙手揚陸艦が横須賀に展開していました。長崎から向かって、ロナルド・レーガンはミニッツ級原子力空母9番艦となります。2003年就役、まだ新しい原子力空母といったところです。フォード級原子力空母ができる前は3種最新鋭の原子力空母でした。フォード級は電磁式カタパルトを採用していますが、フォード級になると蒸気式カタパルトを使用しています。第7艦隊はインドからこちらの日付変更線までを第7艦隊が監視任務を行っています。ロナルド・レーガンは長さ333メートル、幅40メートル、最大幅77メートルの大型の原子力空母です。一つそのまま海に浮かんでいるような感じです。今南シナ海に派遣されている出雲、村雨、明けぼのが艦隊を組んで連携を
強化しています。今後、出雲が改修されて F-35B ステルス戦闘機が搭載可能になってきます。するとやはり訓練の幅も広がってくるでしょう。中国の進出が数多く見られて、今までのような軍事練習では抑止力とはなり得ない、今後次世代の合同軍事練習を行うことで、より同盟国の強化、それと中国への抑止力とつながっていきます。最近よく話題に上がりますが、蒸気式カタパルトと電磁式カタパルト、どちらがいいのかなどあります。蒸気式でも290キロまで一気に加速、 F-18 ホーネットを空母から射出しています。しかし欠点もあります。やはり戦闘機に負担がかかるというところです。カタパルトも普通機体があればここから蒸気式カタパルトとすると一気に このステイを使って一気に押し出します。やはりここにかかる負担、多いのもまた事実です。しかし実際隊員たちは電磁式よりも運用しやすいとの話でした。電磁式はデータを取って自動で重さや スピードを算出、射出してくれますが、まずはデータを取るしかないのです。F-18 戦闘機の前輪部分はより強化されて作られています。
空母といえば、こういう空母を想像するでしょう。カタパルトは4つあり、次々射出することが可能。やはり原子力空母のメリットは、有事の際に数が展開できます。着艦も次々にワイヤーに引っ掛けながら着艦していきます。しかしそれもやはり負担はかかりますよね。こちらもフォード級では今問題となっています。ミニッツ級のメリットはやはり実績ですね。今までの実績が数多く示されています。建造費もフォード級の半分ほどで建造可能です。やはりミニッツ級を建造する方が早いかもしれません。中国の空母建設は群を抜いて圧倒的な速さで建造しています。それに対抗するにはやはりこちらも数で勝負するしかないでしょう。強襲揚陸艦との兼ね合いでいろいろな作戦など展開できるので、こちらがまだ有利ではありますが、建造スピードは中国の方がかなり上です。人工島問題で今米中が冷戦状態に入る入り口に差し掛かっています。台湾問題とも合わせて考えていくべきでしょう。今後原子力空母と出雲の連携も大切になってきます。今日のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。